程度する。普通に持たなくて、社長のカメラ？僕のこと。なんで？特集ですか？これがとりあえずあのエーカーさんに渡して。ああ、そうね。今喋って入るじゃないですか、これが。うん。ケツでしょ。本当の重さ。棒重心に上げるって一緒、うん、重心の位置がどこにあるか、うん、ここが、はい、うん、そしたらなかった、抑えないといけない、そしたらなかった、力がいります、逃げてくれる、体感してもらって、これが、これの重さ、ほんまはあんな軽いのに、ちゃんとこう重心が合ってたら軽いのにっていうのが、自分だけであんだけ負担がかかるのと、うん、倒れるから、重心がずれるとモーメントが働くっていうことです。そういう、めちゃくちゃ思ってたより軽い、ね、これだけ強い、驚きました、これ自体こんな軽い、ほら力いりますよ ね、いるでしょ、はい、で、これが人間と思ってください、で、これ何か靴です、だから靴は何でいるかって言ったら足首守るから、そうなんです、起きへんのも、そりゃそうなんです、だけどこの最初のこの位置からちょっとのブレをいかに止めてやるかです。だから例えばこれがあの僕が分かるのね。はい。ほらね、こういうなんでこんな高い靴を履くかって言ったら、ここで固定するので荷物が、だから彼はごっつい重たい荷物あれで何て言うの、まあ、大体10人を担ごうとする人はこれぐらい最低ないとこの最初のブレが止まらないっていうことです。スニーカーでは絶対止まりません。はい、だから例えば富士山だったらここまでいりません本当は。はい、うん、だから意味としてスニーカーは別にあの例えば 逆を言うと筋力体力、力のある人はスニーカーが上がれます。そういうことです。単純にこのタッツができるから、立って片足、片足立って、片足立って、違う、片足ってほら、おー、かっこいい、おー、惜しい、アウト。いや、私言ったらアウトだったけど、ね、ごめん、ね。こう体が弱いってね。ほら、これほら、これ片足ちゃうの。何？後ろ行ってでしょ。そう、それか、そのままちょっと靴って、ほら、変わらへんか。ここからふって降りた時かなったでしょ、わかる、左、まあどっちでもいい、立った足から離れれば離れるだけ重心がずれていくわけ、それを止めたいわけです、止めな立てらへんから、で歩くっていうのは立つなんです、だからこっからこれ片足じゃない、こっから、はい、ほら曲がらないんですよ、うん、普通にお腹力入れて、もっと腹筋、ほら腹筋、お腹の力、ここのお尻のここの筋肉で立ちます、何ないんですね、あるついてますから、ちゃんとついてますから、はい、あります、ここもすでに、そうそう、あ、はい、片足、体幹のところない、片足、うん、片足、片足、頑張れ、片足、上げすぎ、上げすぎ、それ上げすぎ、片足、この連続が歩くです。ただいちいちこんなことはしません、だけど重心がちゃんと立った状態をちゃんと自分の体感してほしいわけです。で、この人間が例えば山入ったらこうブレます、このブレるって下が、さっき言ったデコボコ性がシャドウ、うねってるやから
複雑回帰です、本当は。で、この複雑回帰のことを全部説明できないので、単純に言うと、縦ブレと横ブレです。単純に言ったら。縦ブレは歩幅の広さです。広く取れば取るだけブレますよって話。はい、ということは小さく歩こうってことです。で、その小さくの目安として、靴一足分以上を前に出さない。これは歩幅が取りすぎですよということです。ここまでで押さえてほしい。とりあえずですよ、一回。開けちゃいけないってこと。開け、うん。だからそれぐらいが足の大きかった。うん。うん、急げ、ここら辺。だから、次の人。あ、そうか。あ、そう。いくつだな。いない。いない、いない。できる、あ、全部じゃなくて、いないが目安。うん、はい。で、今度。そう。で、今度。いくよ。今度、今は、縦ブレの話。今度横ブレは、はい、はい、足のつき方で止めます、はい、はい、かかととかかとの間が 2,3 センチの30度目安、はい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 、で、これのこの幅とこの角度が横ブレを止めるための要素です、ってことは、はい、横ブレが激しくなる、シャドウが出てくるとか、デコボコ激しくなったら、はい、横幅取って角度を取りましょうということです。で、この横幅は目安としては肩幅ぐらいが目安。それ以上言ったら多分失脚にしんどいですが、目安ですよ。はい、で、このつま先角度も90度だったら多分しんどいです。目安です。だから、この角度、この幅をその時その時その場その場で考えてほしいってこと。だからこれフラットなとこであれば、このままでいけば、はい、ほらこれぐらいでしょ、うん、はい、分かります、分かれてみて、だから、うん、はい、はい、ほら足すっと、ほらあのシュー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 足がするように、ここすってんの、幅がないの、ここの幅が取れてないから、ちょっとすったよ。で、はい、その時一つ、もう一つで、体をまっすぐ向けてこう歩くんではないんです、本当は。厳密には違う。なんでかって言ってますよ、体は向けてほしい。そうそう、ほらほら、狩りやろ、狩りやろ、ちゃうか。普段から歩くときに必ずそういうことを考えて歩いてほしいんです。普段もそれやりすぎや、それはせあな職業変わるのさっき言ったこの30度が目安です。で、人間の方向はこれが30度って15度だから、正面向きは今日はこうでしょ。それからこっちへ振ったらこのままわかるかな。だから彼女がやってるのは超えてはんの、だからこの角度を、うん、自然にこっちに行くっていうこと、ね、そう、それをさっき、そうそう、で、それを無理やりするんではないっていうこと。ニュートラルにどう思ってるか、さっきから何回も言うけど、あのいかにね、力を、ね、で、音僕が言うてることの全て、何をあの基準にしてほしいかって言ったら、軽いっていうこと。軽い、荷物が軽くなった、軽く歩けたっていう、楽になった、軽いということを常に頭の中に入れてください。僕が例えばあかんって言ったって、あの軽かったら OK です、はい、はい、力を抜いてしまうよ、脱力で山は歩いてほしいってことです。で、スニーカーは基本的にはもっと歩幅を取って、蹴り足で歩きます。蹴って前へ出ていきます。じゃあナイス、スニーカーか、まあまあどうやろうな、スニーカー、全員スニーカー珍しいんやな、ないんですよ、いや、いいです、で、あのね、構造が全く違うんです。ふにゃふにゃなとこを考えるとそうなんだ、この潰してるから、受けるのもこれは硬いんですよね、硬いんですよ、硬いんですよ、これね、まあ、ここまで肩がいらないって、ここまでいらない、でもこの硬さで歩くんです、本当は
で、柔らかい靴は自分で蹴って歩かなあかんわけです。蹴って歩く力を使わんように山は歩いてほしいわ。なんかまで長時間荷物を背負って長時間歩くということを言うと、いかに力を使わないかなんですって。もし例えば力が100持ってたとして、はい、100で山行ったらあかんってことです。トラブルが起こった時にはそこでアウトになるってことです。ギリギリ、あの山は基本的に下山がまでが勝負です。あのピークは、まあ、通過点です。だからちゃんと帰ってきて余力を何パーセント、まあ、まあ目安ですよ、何パーセント持ってるかっていうところが大切なところで、力を使わんときましょうねっていうのはそこなんです。まあ、僕の勝手な言い方をすると、半分って言ったらほぼ安全かな、はい、という、まあ、あのイメージだから、せめて7割割るても8割 20%30% は絶対残してほしいんですね、余力をね、うん。で、それのためには力を、いかに肩に力が入ってもこれしんどいんですよ。脱力だから、もう何気にこうだらだら本当は歩いてほしいわけです。OK。で、靴が今僕前にして、これね、ほら、このままね、ほら、勝手に靴は前に出てくれるんです、これ。そういう靴です。ところが、歩き方ができなければどうなるかって言ったら、蹴って前へ出ようとします。そしたらこんな硬い靴蹴ったら絶対靴で残ります。足が痛なります。これ当たり前の話です。で、どうぞ、奥。はい、うん、ね、これを、ここをちゃんと固定してしもたら、ね、ここをもっと固定するんですよ、本当。これを固定してしまうっていうことは、ここ当然曲げようとしたら、これ痛なるのが当たり前の話です。だから基本的にこの角度、それから膝の角度っていうのは基本的には目安ですよ。90度ぐらいは最低キープ。はい。そうやって歩くんです。だから歩幅を先取らないみたいな、そういうことです。うん、おーっと、ふー。で、さ、それで、あ、ごめんなさいな。で、今度、はい、許可いくよ。で、今度、まあ、靴がスニーカーやから分かりにくいんです。本当はね、これ、靴ってね、何にも考えなかったら、ほら、分かる？ここで止まった。分かる？見てみる。ここ、ここ。分かる？ここ。かかとほら、浮いたでしょ。はい、ああ、はい、彼女がしてたのこなしてたから、チャンス、あの、残り足で立ってほしいんです。残り足で、残り足、ほら、残り足、ああ、はい、それその時さっき言いましたよ、体はこっち、そっちの方、はい、はい、はい、あっち見て、あっち向いていくよ、はい、怖い、はい、歩いて、はい、トントン、あれ、トン、もっともっと力抜いて、トン、はい、はい。じゃあ、ちゃんと蹴ってるやん。蹴ってますね。乗せて。なんか、連行されてるみたい。はい。蹴らないよ。広い、それ歩幅が広い、もっと小さく、広いね、
出てるエサピー、はい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 、そうです。